上原浩二の雑談魂、雑談魂。どうですか、その大畑さんから見て野球界のこの年俸事情っていうのは、はい、いや、もう羨ましいなって、ただただ本当に、だから、まあ、お金では僕らね評価されにくい競技でもあるし、うん、今はもう本当にねお金をもらえるような競技にはなってきたけど、うん、当時なんて言ったらもうただの本当サラリーマン、うん、業務とは別の活動をしてるっていうだけだったんで、だから会社員として給料をもらって、だからそこに対してのお金をねどうかっていうことはできなかったけど、うん、でもね僕の中ではずっと思ってたのが、まあ言ったらラグビーっていうその今はね本当にそのワールドカップの活躍だったりとかで結構皆さんね注目してもらえたけど、僕らの頃っていうのは本当にこのマイナー競技であるけど、まあまあメジャーな方かなみたいな、でもメジャー競技の中ではすげえマイナーかなっていうのがあった中で、なんか自分の中でねやっぱそこをちょっとこう自分自身で評価を上げたいなっていう思いがあった中で言うと、それこそオリンピックのね、今はもうオリンピック競技になったけど、でオリンピック競技でもないしプロ競技でもないしってなった時に、じゃあ自分の中でどこまで行ったらいいのかなってなった時に、あの上原とかね、そのプロアスリートのトップの人たちとかオリンピアンのメダル取った人とかっていう人たちと同じ土俵に入れることがすごく自分の中では大事かなと思ったんで、はい、とにかくだから自分の名前挙げたれと思って、もうそれが一番の目標だったんで、だからもうアスリート大畑大輔として評価させたろうと思ったっていうのはずっとあったんで、だから彼らが頑張ってくれることが自分にとってすごい大きなエネルギーで、だからどんどん出がなってくれよと、本当にこう自分にとってのも一番頑張れる要因というか源でしたね、そこは。なんかあれですね、私お金の話すごい下水方向に持っていこうと思ってたんですけど、でもね本当にめちゃめちゃいい話になった。いやいや、でもねこれね、いやいや本当にねお金の話で言うと雑談魂はね下水、本当に。いやでもでもお金はね本当にあの、まあ、彼はねその、入団する前からいろいろあったじゃないですか、アメリカ行く、日本残るなんとか、はい、契約金いくらどうのこうのみたいな、はいはいはい、まあ、大阪もお金は好きな町なんですよ、はい、うん、僕はもう大阪の本当にもう雑した町の大阪の育ちなんで、はいはい、でまあまあ言うたらね地元じゃ、まあ、大畑君はまあまあ有名ですわと、うん、で、まあ、日本代表になってます、はい、片江同級生上原です、はい、立山ですなった時に、はい、まあ、新聞紙面では何億っていうお金言われた時に、やっぱ大畑もお金もらってるんでしょって言われるわけじゃないですか、うん、同じように活躍してるけど、はい、皆さん知らん人は、はい、でももらってないとも言えないじゃないですか俺も、うん、だからじゃあこれもらってんのなんとかなのって言われたら、おーんぐらいしか言えない濁して濁すし、うんとも言わへんし、いえとも言わへん、おーんでもなみたいな、こっちの話を変えるそこはやっぱすごくねこうなんかこう、まあ、もらえないけど違うところが頑張らなきゃいけないとか、そうそうそう、だからそれはいろんな活動にもつながってるってことですもんね。そう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 、じゃあ海外行ったやんか、うん、海外行った時ってもう神戸製鋼の大畑大輔で行ってんの？違う違う、もう完全にもう単独単独で、まあ、その時移籍をして行ってるわけですよね。その時は海外ってやっぱ給料に全然日本でいい、その時はもうなんていうの、この契約がすごくちょっとガチャガチャしてたんで、うん、そこまでしっかりとしたものはできなかったんで、あ、じゃあ帰ってきてからの方がお金もらってます。あ、はい、あ、帰ってきてからも日本 で、はい、契約っていう形で行ってる時はそんなでもなかったね、はい、神戸にいる時なんでも全然お金なかったし、でもそんな言われへんからね、うん、はい、じゃあもう本当に普通にあの新入社員がもらうお給料をもらって生活、はい、でまあ、あの代表に行くと出張手当とかそういうのがあったんで、まあ、プラス少しがあったぐらいであって、でも全然そこはもらってなかったんで、あ、ちなみに上原さんの生涯年俸なんですが、はい、いらねえよそんなの、下水なもう、いや、あくまでネット情報ですよ、あくまでネット情報、まあ、全然違うもん、薄いやこんなん、はい、あくまでネット情報なんですけど、はい、推定で合計74億7100万円、はい、100いってへんねや、こんなんすぐ今の子だってなんかすぐ行くやん、いやでもな、そのお金の話思い出したけど立山は怒ってたよ本当にね、これもほんま偶然なんですけど、大阪でね僕はまあご飯を食べてましたと、でまあよく行くねバーがあるんですよ、でそこにまあ行った時にね、たまたま立山もいて、彼がもう日本帰ってきてタイガースでプレーしてたから、でお立山がいるから、じゃあ行こうと思って行った時に、久しぶりやんって話してたら、実は俺今日引退することは決めてんっていう話して、でもな大好きな、まあ、俺今日、まあ、引退っていうのはまあ決めてんけど、なんかすっきりせえへんねんって感じで、どないしてんねんって感じで、大好き見たっつって、あいつ俺引退するときにびっくりするぐらい高額の契約しようねんってなんかめっちゃムカつくねん俺野球やめるタイミングであいつまた給料上がりようねんめっちゃ腹立つわっつって、それ上原さんどのタイミングの、だからボストンで2年20億の時だよね、その時か、もうまずその日その日
いやだから決めた、だから気持ち悪いよね、その日に一緒にいたの、ね、俺も言わせて、ね、俺のせいじゃないからね。多分あいつからその話は聞いてんと思うけど、うん、なんか言ってたような気がする一回。俺の知らないところで、そう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 、大阪のね、うん、北新地で盛り上がってたんですよ二人。いいやん、俺酒のつまみや俺が。もう盛り上がりそうですね、うん、よく飲んだんですかその日は。いや立山がなくて。ふざけんなよって言われる。ハイボールかな、ワインかな。そうそうそう、確かにその後にすぐ発表かな、うん、かなんか、うん、そうだ、あいつもお酒好きだからね。そうですね、うん、え、3人でその食事に行ったりすることとかもその当時からよく。3人はないよな。ないんだ。なんかの番組の企画とかで、それこそあれやで、僕らの時代やった、僕らの時代が出たことあったね。3人で飯はない。あれは神戸は、あれ3人で行かんかったっけ。3人では行ってないやろ、誰かいるやろ。ああまあまあそうやね、誰かマネージャーとかね。3人で、完全に3人はない。ないね。そういう時ってまあ同級生だから割り勘ですか、それとも。3人やったらそれはもう上原ちゃん。もう年俸、年俸上ですか。まあそうですよね。推定合計74億7100万円ですからね。そりゃそうですよね。そりゃそうだ、そりゃそうだ、そりゃそうだ。そこはもうあの、ごちそうさまです。でも、うん、上原さんってその大畑さん最初おっしゃってたように、こうなんていうか本当にいわゆるプロ野球選手ちょっと違うじゃないですか、うん、例えばなんか何ですかね、すごいこう全身ブランドものとかみたいなこともね、あの金ネックレスつけてるとかもないし、セカンドバッグ持ってるとかもないし、パンチパンパン。いつの時代のこと言ってんのよ。あの現職のスーツでね。セカンドバッグ持って、そうそうそう、ないんじゃないですか、なんかそういうプロ野球選手みたいな感じの、うん、なんかそう、何金使ってんの。俺いつも思うねん、車とかさ。車もそうだね、今は持ってないし。何使ってんの。使ってるって、でも結局もう家族とか子供とかね、日米であるから、まあ、みんな一家族分のそういうので諸経費でいいけど、俺は二家族分の諸経費を使わなあかんってことになってる。まあ日本のね、そうですよね、そう、お家と。それも結構大きいよ。まあ大きいでも知れてあるやん、そんな。俺なんて言ったらいいのこれ。いやいや、最近さ、最近リアルに一番高い買い物ってない。あー知りたい。もう笑かすような買い物してたら笑うで、ほんま。城とかさ、うん、確かに。やめて、島とかやめて。買っててほしい。 それはないけど、野球場とかさ。いや普通にアメリカで家買ったよ。なんぼ。それが多分6000ぐらいかな。あ、あれですか、あの 近所の。そうそうそう、あれですよ。あ、私も、うん、あの見せてもいただいたんですよ、あの、ね、あ、そう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 、はい、フロリダ来た時。あ、フロリダ1週間泊まらせてもらって、うん、その時にあの奥さんに連れてもらって、はい、来ました。もう綺麗にした。あ、なんかあの全部あれですよね、テレビとか買ったり、うん、そうそうそう、家具買う時に一緒に奥さんついてったんで、ソファーをすぐ買ってました、うん、はあ、あれが一番高いね、最近だったら。ソファーっていくらぐらいなの、ソファーな。いやでもね、そんな、なんか自分が住むっていう感じじゃなんかいいから。違う違う、だから上原の思うそんなっていくらぐらいな。これ何の、俺何を尋問されてんのやろ。そうそう、そう、いや上原さんって、うん、あの普通にこう一緒にあの何度かその日本で食事行かせてもらったことあるんですけれども、うん、普通に赤ちょうちんの焼き鳥屋さんとかが多いんですよ、うんうん、なんか椅子もあのパイプの椅子のこうちょっとガタガタってするような感じのお店が多くて、うんうん、え、じゃあさ、その対局にいる野球選手誰。めっちゃ使ってるってこと。そう、もうブランド品で。ああ、そうそうそう、なんだろう、やっぱりあの分かりやすいところで言うと、あのビッグボスみたいな、新庄さんみたいな、もうザ・プロ野球選手って感じじゃないですか。新庄さんは自分の体にお金使ってるんじゃないですか。あの人は何て言うかな、セルフプロデュースのためにって感じだもんね。そう、あのだってほら、あの契約金でいきなりフェラーリでしたっけ、なんか車買ったみたいな、そういう話とかあるじゃないですか。でも大体俺もそうやけど、車買うやんか、新人の時って。はいはい、うん、いやでもなんかそこが上原さんはこう選び方が派手派手しくないというか、フェラーリとか、うん、そのあれってやっぱ人好みそれぞれやんか、はい、うん、俺そんなにだって車に興味がないから。ジャイアンツ球場行ったら面白いよね、あれ東京ドームね、いろんな車止まってるしね、うん、だからどこの球場もそうだと思うよ、うんうん、だって上原さんこの間履いてた靴もザラのスニーカーだった。私それ何、うん、ザラをバカにしてる。違う違う違う、なんかあのすごい今バカにした。違う、私もよく着るから。上原さんってザラ履くんだと思って。ちょっと待って、買い物行くの。行かへん。おー、かっこいい。行かへんっていうか、その電車乗る。今あれ電車はたまに乗るよ。それ新幹線ぐらい。パスも持ってるもん。たまにって本当多分 年に1回年に5回ぐらい。駅集合とかないやろ。ああ新横な、あそういうだから東京駅、中央駅、そんなんはあるけど、主要駅というかさ、新幹線のとかぐらいやろ、うん、どこどこ何時渋谷集合とかないやろ。人多いとこ嫌やもん。
いまいち上原さんってその生活が見えないんですよね。そうそう、何してんの俺何してんの。だってほら今だって日本いる時1人やん。1人何してんの、まあ、言える範囲で言えば。いや何してんの。え、だってこうやって雑談の、まあ、いやこれずっと四六時中やってるわけじゃないやん。やってないよ、はい、寝てる。何してんの。いや違う、まあ、ゴルフ行きますやんとかあるやんか。ああ、うん、そのなんていうの、ほんまになんていうの、完全なる、何もない時ってこと、うん、あの、あるやん、それこそなんか映画行く人もいるやさ、うん、あの、まあ、散歩もあるやろうし、うん、買い物行く人もいるやろうしっていう、まあ、家にいるのが多いかな、だったら一人で、うん、何するんですか。え、テレビ見たらあかんの。いや別にって誰も、え、 YouTube 見たらあかんの。そうそうそう、なんなんこれ。いや誰も責めてないですよ。いやちゃうちゃう、何をしてんのって聞いてんねん。ただ質問、そうそうそう、あんの。ピーコック行ったらあかんの。えぇ、ー、何何上原さん、ピーコック行ってんの。ピーコック行ってんの。料理すんの。じゃあじゃあ、あの出来物なんかそんな逆切れしてね、なんかちょっと逆になんかね、あんのかなとかね思うやん。逆にちょっと納得いかんなって今の質問。いや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 、そんなもんだってみんなと一緒やって、そんな。いや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 、じゃあ休みの日じゃあ何してんの。ん、いや普通何してんの。ほら出てけへんやんか。一緒やつ。家でトレーニング、今日も家でトレーニングして、うん、で、あの大好きなアイドルの YouTube ずっと見て、ほら YouTube やんか、一緒やんか俺と。韓国ドラマ見て、ほら一緒、仕事してとか、そんな感じですよ。いや違う違う違う、一緒一緒、私じゃなくて、うん、そうそう、上原浩二はそうですよ。あの、ね、皆さんが思ってるほどなんか高級なことなんかするとかじゃないの、うん、一緒やねってみんなと。いやだそう、上原さんって SNS にたまに菓子パンの写真を載せたりしてて、菓子パン大好きやもん。そう、あの、うん、コンビニで買える、上原浩二のおすすめの第1位とかあんの。俺もね、あれが好き、丸ごとソーセージが一番好きなのわかるやろ。何それ何それ。わかる、あの丸ごとソーセージ、あのソーセージ1本と横にチーズが乗ってるソーセージのキャラクターが書いてある。コンビニ、コンビニ、なんでわからん。おこっちの方がおかしいやんか、丸ごとソーセージは多分みんな通るやつ。いやあれは1回は絶対、いやいや、 あと北海道の東京、東京やね、東京、あの蒸し、あの蒸しパン、チーズケーキ、はい、蒸しパン、あれもうまい、焼き芋押してるやつな、美味しい、あれ美味しい。ほんま俺パン屋の息子やからな。言うでもパン屋の息子やから。そうやな、そ, う そ, うそれはじゃああまり食べないかもしれないね。そう、何、あのお菓子とか何が好きな、ね、コンビニ行く、コンビニ、コンビニ行くよ。コンビニって何買うの。菓子パン。いや、なんかその中で例えばコンビニの中でも、そうそう、やっぱりこうほらおにぎり買う時とかに、うん、あ、いくらのちょっと高いパッケージ違うの買うか、はいはい、あ、でもレスナー買うかみたいなあるじゃないですか。あのちゃんとしたパリパリの海苔のやつが好きなのよ。あ、そっちか。俺ちょっと嫌いな。高級なやつあるやんか。あれってなんか、まあ、しっとりしてますもんね。海苔がなんか俺の中では好きな海苔じゃないの。あ、そっちなんや。俺ちゃんとこうおにぎりはしっとり早いね。そう、海苔。おにぎりはやっぱり 1,2,3 パリパリやん。いやあれでも 1,2,3 でも絶対こぼすやん。1,2,3 パリパリやん。こぼすやん、あれ汚すやん絶対。だから俺ちょっと下に食われへんやん。下にゴミ箱置いて俺結構こうやって食ってる。すげえ、分かる。だから落ちるから。そんな上原さん見たくない。で、ノリってあれ結構落ちんのよ。落ちますよ、かなり落ちますよ。1は大丈夫やねん、2、3で結構取れんのよ。結構バラバラにしました。もしくはな、ノリが全部取れんねん。割れちゃう、割れちゃうね。あれもうちょっと綺麗に取れるようにちょっと改良できるのかな。割れて横に自分で貼っつけたりとかすることある。そうそうそう、ありますあります、うん、ちょっと何の話してるの。やだ、なんかちょっとやめてくださいよ。あの世界の1位の中心にいた人がゴミ箱抱えておにぎり食べて、ちょっとやめてください本当に。だって落ちんだもん、掃除したくないやんか。ちょっとあれですね、なんか全然出てこないんですね。なんかみんな想像あんまりせんといて、俺らと、俺らと石だみたいな感じで追ってほしい。一緒じゃねえやんだって。うん、違いますね。ちゃうねん、ちゃうねん、一緒やったらあかんねんって。そう、一緒な部分は、ちゃうねん、一緒な部分はいいのよ。一緒な部分やねんけど、やっぱこいつすげえなっていうところがあってもらわないと、一般人からしてみたらね、やっぱ救われないのよ。そう、ね、やっぱこういうとこが飛び抜けてるから、こういうとこで金使ってるとか、こういうような生活してるから、だからあいつはこんなとこまで行ったんやっていう人間だって欲しいのよ。ね、そうでしょ。よくぞ言ってくださいました、大畑さん、ありがとうございます。それを言いたかった。だからそれを無理してでもやってる人がいっぱいいるのよ、なりたいからっていうんで。そうだから、そのじゃあイチローさんがこうだからこんなこと俺しようとか、新庄さんがこんなことされてるからこんなことしようって言って自分のモチベーション上げてる人がいるのよ。せやのに、みんなと同じようなことしかやってませんって言ったら、俺らどうしたらいいねんって思ってるやつはいっぱいいるわけですよ。スタは僕が出してます。そう、4回出品がありますからね、スタバは全部僕が出してます。今週は大出費ですね、スタバね、上原さんね。
そうなんです、そういうことなんですよ。だからまああとなんか現役の時はそれこそなんかトレーナーとかもそうだけど、やっぱり、まあ ね自分の体とかそういうのをね、そういうお金をかけてるとかももちろん、自己投資はね当然やっぱりお金がかかるからね、もちろんね、そうなんです。本当大畑さんよくぞおっしゃって、分かりやすいのが欲しいんですよね。そうそう、そういうことですよ。何が一番分かりやすいの？だからそうやん、だからさっきの話言ったらね、あの、まあ、家買ったんですよ、ソファー実はね、まあ、まあそんないいやつじゃないんですけど、うん、まああのまあ、全部揃えて200万ぐらいですかねぐらいのポソッと言ってほしいんですよ。さらっとそれをなんかこうぐちゃぐちゃ言うからややこしくなってくるんだよな。ごちゃごちゃ言うてんのお前らじゃないのでよ、でいくらやったん、上原感覚の、まあ、大したことないソファーいくらやったん。いや20万ぐらいね、普通やんけ、おもんないのだから普通や言うてんねん。だからね、それを20万って普通に言ったらええやん。これ何200万って言った方がよかったの？そういうのが欲しかったのよ。だからそう、いや全然そんな大したことないよ、200万ぐらい、おおやっぱお前すげえなっていうので、そうだから別にもし上原さんが200万のソファーを買ってたとしても、うん、まあ、そりゃ そうだよなって。そうナチュラルです、全然。これなんで俺が責められてんじゃん。いや納得いかんわ。でそうですよね、だから。だから上原さん、舞ちゃん家のソファーどれぐらいすんの？うちは大丈夫、うちはいいんです。あの上原さんってすごくこう庶民的なところ、本当素敵じゃないですか。だからそれも高校生の時は変わってないってことですよね。全然、本当に変わんないの。びっくりするぐらい。逆に周り戸惑いますよね。あまりにも変わってないと。うん、なんですよ、なんかやっぱこうちょっとメジャーリーガーっぽく。今日俺読んだこと後悔する。いや、読んだこと後悔するからなんでこんな話題になったんやろなっていういやもうだってもう今日はもうスタートから俺が全然ゲスト扱いされてないからもう入り口失敗しましたね。そうだからいいの、こんな感じ。たまにはこんなんで嫌やろ、だって全然話変わるけど、うん、後々球界に戻るとかないの？あ、だからぶっちゃけ話はあるやん、行ったり来たりだからねっていうところなんだよね、うん、話はない。ゼロではない。本当、いやゼロ。あれはあのなんか臨時コーチ的なやつない。マジで、うん、何したん自分俺なんかしたんかな。なんかしたんですか、上原さん。そうやね、ようテレビ行くあれ見たらウイラーがなんかやってたもんね。そうですね、はい、あ、ウイラー入るんやと思う。そうですね、はい、あれウイラー、上原は入ってないもんな。そうです、ね、ウイラーは入ってるけど。そうですね、何がわかんねえやろな、性格。まあそれはしゃあないやろ、それは一番分かってくれてる人がもうしゃあないって言ってるから、もうしゃあないんですよ。いやもうそこを言われたらもう何もできへんやんか。こっち反論できないもんね。そうどうしてあれやってんの、ラグビー。やってない。お前もやんけ、じゃあ。だから言うてるやん、俺だから無理やってやっぱ行政ダメだ。そう上原さんって高校生の時からこんなひねくれ者だったんですか？ひねくれ者ですあ、どこがひねくれてんの？めっちゃひねくれてますよ。俺自分でそういう判断はないね。だからね、もともとフィルターが狂ってんない俺ら。あ、俺だ。そうなんか常にこうね、屈折してんの。え、立山が一番まともやったんかな。いや、立山が一番まともやった、ほんまに。あいつはもうめちゃめちゃバランスいい人として。考えてんだ。いや、そこにめちゃめちゃ大きくうなずくのどうかなと思って。まして俺なんて初めましてやる。俺の目を見て大きくうなずかれても、あのこの1時間ちょっとでもうそういう判断をしたわけね。もうびっくりしたわ。いや、上原の顔みたいなの分かんない。俺の目見て、大好きな見てこれ。いや、多分2人は同じ空気感なんだなっていうのよく伝わってきました。